今回は民事訴訟法ですね、論文3問目になるんですかね。はい、3問目です。3問目にいました。今日はあの浅野さんに進行を進めてもらうんですけど、ちょっと初めに僕の方から報告がありまして、今日はあのゲストが実は来てくださいまして、今回ゼミ初めてですゲストが来ました。皆さんもご存知の方なんで、ちょっと見てください。なんかね、ゲストのサイズがすごく気になるんですけど。シャラララララ、僕らの未来夢がいっぱい溢れてるよ。なんと今回はあのドラえもんさんがちょっとゼミに参加していただくことになりました。え、ドラえもんさん、のび太、出来すぎくんの3名でお送りしていこうと思います。よろしくお願いします。お願いします、はい、お願いします。ちょっと顔色悪いけど、ちょっとあの群れて、いい色素が抜けたんだけど。うん、あ、映ってる、うん、見える見える。はい、はい、のび太も頑張ります。お願いします。お願いします。はい、じゃあもう中身に入りますか。入りましょうか。はい。はい、そしたら、今回は3問目ということで、はい、事実上民事訴訟法ですね。はい。はい、そんなら、事案の概要から説明して適宜質問を差し挟みますが、はい、まずこれ大きく事例1と事例2で全然違う事例が2つあって、事例1で2問、事例2で2問あるので合計4問ありますと、はいはい、まずそしたら大きな1個目の事例は、はい、まあ、相続絡みなんですけども、はい、そうなんです、まあ、多いですよね相続絡みはね、はいはい、その A さんって人は、はい、そのまあ、男の人かな、あとで妻がどうとか出てくるので、はい、まあ、おじいさんぐらいを想像していたらいいんですけども、はい、甲1と甲2っていう2つ、2筆の土地を所有してたと、はい、で平成、それで、1つはその甲1っていう土地は B に移贈するっていう遺言をしましたと、はいはい、これが丸1です、はい、でもう1個の土地2を今度は C さんに移贈するっていうのを丸2の遺言をしましたと、はいはい、でそうしたところ、平成24年12月1日にその遺言の後に亡くなりましたということなんですね、はいはい、でそしたらまあ大体どう争うかっていうのも目に見えてるんですけども、うん、きっとその法定相続人がいて、うんうんうん、こんな遺贈を許されへんというような展開ですよね。大体ね、遺留分減災ですねとか、そうそう、はい、最低でも遺留分減災で下手したら全部俺やって言うんちゃうかと思うんですが、あ、遺贈って取り消せるんですか。そうで、あの取り消せるというか向こうの原因があるって言ってるんですよ。ほんだらここで出てくるその法定相続人の、はい、法定相続人って言葉であってましたね最初に、はいはい、あの子供の E が出てくるんですよ、はい、でもその遺言っていうのはもう死ぬ直前で、はい、おじいさんがもうボケて一能力なかった状態にしたから、はい、向こうやって言ったから全部俺やと、ね、そうそうそう、そういう主張を立ててきたんです、はいはい、あのイメージ湧きますよね。ますそうなんです、はい、それであの今回はただそっちの子供の味方じゃなくって、はい、その遺贈を受けた B さんの弁護士として答えてくれという設定なんですよね。ボケてないよっていうのを立証してるわけですよね。そう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 、あるいはもっと前提条件で跳ねるかって話なんです。はいはいはい、そうすんで、どっちかというとこの前提条件で跳ねろっていうことで、うん、あとそのもうちょっと設定があった、うん、その B の弁護士になるんじゃなくて、うん、B の弁護士は L1 さんっていう人がいてて、うん、そこに見学に来てる、実習に来てる司法修習生の役目をしろというちょっと手の込んだ横についてますね。そう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 、あれです、あれ役になってくれた、はい、ジュリストって言うんですね、あのバッジ J バッジしてるんです。なんですか、そんな修習生は J バッジをしてる。そんなバッジあるんですか、はい、意識して見たことなかった。はい、三色のね、あ、裁判官、検察官、弁護士の、うんうん、あの三色のジュリスト。へー、初めて知った。そうそうそう、そういう設定です、はい、でその B さん の事件というかこの依頼を受任した弁護士はもっとその前提条件ならそうと、はいはい、でそもそもその亡くなった A さんの子供の E は、はい、その遺言が無効だっていう無効確認を訴えてきたんやと、はいはい、しゃあけどそうした遺言無効確認で訴えっていうのは、はい、遺言という過去にされた法律行為の効力の確認を求める訴えだから確認の利益がないっていうふうにその本案前の、うん、あの公弁とか主張とか、うん、その辺でも訴え却下、うん、訴え棄却じゃなくて、うん、却下になりますよね、はいはい、そっちでまず攻めたろうかという、うん、そういう答弁書を作ろうとしてる、はいはい、とこやと思うんですけども、はい、それでその修習生に問いかけてるわけなんですよね、
その確認の利益が認められへんと方向できたんやけど、それに使えるような判例ありますかと、うんうん、なんかこの収集者なかなか優秀で、うん、パッとはいと言って最高裁47年2月15日とかなんで日付とか覚えてんねんとかしかも民衆26回1号30ページとかなんでページして覚えてんねんとか思うけど、はい、まあそれは突っ込まずに。でもたまにありますよ、たまたまこの間自分の事件が、うん、これやってて、そうそう、たまにね、話ね、ありますよ、たまにやるんですけど、まあ、セットかもしれないですけど、それで、そうそうそう、こうやって、言ってくれてるんですね。まあ、そういう事案が、それは結局どうなったのかな。それは確認の利益があると言うた事案があるなんですよね。でも、そしたら今回不適ですよね。今回は確認の利益がないって言って却下を求めるんやから、だからこの判例を踏まえて、この47年判決とは今回は事案が異なるから、うんうん、はい、今回はその47年判決の結論とは別に訴え却下になると、遺言の無効は確認というのは訴えの利益がありませんっていうふうに立論してみてくださいと、うんうんうん、そういうのが説問1です、うんうんうん、説問も伝わりましたかね。はい、伝わりました。まあ、いわゆる論点ですよね、これは、はい、確認の利益ってところですよね、はい、どう思います？ここで一旦切ってもいいかもしれないですけど、頭が混乱するんで。なんかこの判例を見てみないと分かんないですね。どういった部分で攻めてきてたのか、うん、それで原告が勝っちゃったんですよね、はいはい、前後の判例では。判例ではその確認の利益があるとなったんです、はい、で、この時にワープして、昭和37年にワープして、うん、僕らが被告弁護士だったらどうやって言えたかみたいなのを論じたいんですかね。いうか、まあこれはまあ前提として、これと今回の事案がどう違うかって話ですね。だから当時はなんでそれが認められた、はいはい、あ、でも今回はあかんと、それを守備一貫した理由で言う必要があるということなんですね。ちょっと下読んでみないとちょっと、そうなんですね。じゃあその昭和47年判決を、まあ、書いてあるのを概要を言いながらいきましょうか、はい、これちょっと古いですよね、その昭和の話なんですけども、はい、まあもちろん相続なんで、その非相続人はもちろん亡くなったわけなんですが、はい、で相続人が6人ぐらいいるのかな、6人か、結構いるんですね、はいはい、昔やからね、昔やからいっぱいいますと、うん、で共同相続したんやけれどもね、遺言があったと、はい、それを見るとなんかその共同相続人のうちの一人に全部与えると、うん、旧家督相続みたいな、うん、ああいう発想やったんですよ。長男にね、そうそう、長男かどうか分からへんですよ実は、うん、でその一人が誰であるかが明らかでないらしいんです、うん、だからなんやら、うちの家を継ぐに値するやつに全部あげるとか、うん、そんなんちゃいます、うん、長男って言ったら分かるんで、うん、そうじゃなくてもう誰か分からんけど一人に全部あげるみたいな、そういった、うん、遺言したから、これは無効やと、うん、意味わからんしと、特定されてない、そうそうそう、相続人、そうそうそう、あ、じゃあ相続人がね、そうそう、というようなあの、うん、訴えをその共同相続人のうちの誰かがしたわけですよね、うん、で、ただそれの反論っていうのは、いやいやそれはでも家を継ぐに値する、例えばですけど、うん、家に継ぐに値するって言ったらもうそれは長男やと分かるやろと、うんね、時代背景からね、そうそうそう、だからもうそれは有効で、もうこのそれはこの人なんやから有効だっていう風に、多分その全部もらえるだろうっていう風に思われた人が多分反論したんでしょうね、被告になったんでしょうね、うんうん、きっとね。でそこで、まあ、その本案の判決の前にその確認の利益があるかどうかってその前提条件ですよね、うん、本案が有効か無効かっていう前にそもそもこれ確認する意味あんのってそこです、うんうん、まあ、そこの違いは、まあ、多分今分かってると思うんですけど、一般の方はね、そこが一番大事なとこなんで、訴え却下と訴え棄却ですよね、うんうん、門前払いか、その本体を判断審理して結果どうなるかって違いですよね、そうですね、ここ裁判にしてもらえるか、そう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 、それも裁判にもせずに却下される、そうそうそう、裁判したら第1回ゴートンベールの2回3回やって、そうやって整理と挟んで、うん、で最後判決です、うん、決心の後の判決です、うん、そんなもするんじゃなくて、うん、事務官レベルで却下されるんですよね、書記官レベルでね却下される、一応まあ裁判ではあるんですけど、僕らの感覚としては、はい、訴えに行く人の感覚からしたらそうです、書記官レベルで却下されると、もちろんあれ確か判決やからちゃんと裁判所か裁判官がやるんですよね、まあ、ね、却下ですよね、きっと却下命令とかね、判決か、判決とか、ね、いや決定ですよ、決定やったっけ、一人でするから裁判所がやるんじゃなくて、多分裁判官がやるんでしたっけ、決定、却下、決定、そうそう、その辺もややこしいんですよね、却下命令とか、そうなんですよね、そう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 、そうなんです、そこで、
まずはそこの前提条件のね、そこの議論になったと、はい、でこの裁判所が出した結論っていうのは、まあ、結論はその確認する意味があるということで本体に